さあやっていきましょう。スパロボ実況のパート8ですね。スパロボアルファ実況のね、ですけど、ちょっとね、弁解したいことがありましてですね。パート6とパート7がちょっと整合性が取れてないんですね。パート6ね、本当はあれを上げるつもりじゃなくて、ちゃんとしたやつ、ちゃんとした、あれがね、10fps だったからやべえ、これまずったなと思って、取り直したんですね、6を。なんだから、死神と呼ばれた G の次だな。ジオンの亡霊か。のシナリオね。だから、あれ取り直して、そっちの方ではスレッガーは死んでなくて、そのつもりでパート7に行ってるからスレッガーは使ってるんだけど、実は、あそこの、ジオンの亡霊のところで、実はっていうか、パート6で上げた動画の方では、スレッガー死んでるんで、以降スレッガーは死んでるもの扱いでいきます。撃墜数2になってるけどね。使っていくつもりだったんだけどな、スレッガーさん。集中必中加速だぞ。今現在加速持ってるやついないからね、このメンツの中に。使っていきたかったんだけども、しょうがないね。しょうがないね。やっちまったなーって感じ。安いな。ボスボロットも使っていくよ。なんで今ボスボートに振ったかっていうとですね。まあ、いや、もういいや。パイロット能力でね、ボスボートの命中反応になんか赤字になってて、限界反応を迎えてたんでね、ちょっとこれ上げとこうかなって、そういうあれです。ちょっとあとゲッターのあれだな。ゲッターの倉庫が柔らかすぎる。柔らかゲッター。マジンガ買ってえな。もう倉庫2000だぞ。硬すぎるでしょ。あと武器改造かな。ブレストファイヤーに100マジンゲッターのゲッタービームに5000100上げんで強化パーツだな。マジンガー Z にブースターをつけます。まあ、いろいろ試行錯誤の結果こうなった。なんかね、ここね、やたらこなれてるように見えるでしょ、見えるでしょ。実は取り直しております。取り直しっつうか、これは取り直しとは言わないな。あのですね、次のシナリオで全滅じゃないわ。ゲームオーバーになっちゃいまして、ゲームオーバーになっちゃいましてですね、やり直しです。南アタリア島で、なんかその、ASS1 っていうのが落ちたから、それを、ジオンも、恐竜帝国も、あと、ティターンズも狙ってると。それを利用するために、三者三様の思惑でね、異星人の技術を応用しようと。今時誰も使わないわよ、とさやかさんが言っている。全ては7年前。新西暦179年。新西暦179年ってよくわからんよな。西暦ってキリストが生まれた時だろ。新西暦って何なんだよ。新しいキリストっていう人が179年前に生まれたってことか。それは一体誰なんですかね。西をつける人ないよな。新暦とかでよくない？新暦とかで。この時マウスとかで。ポイントを抑えつつ、まあね、地球の人たちてか、まあ皆さん落ちたのは隕石が落ちたというふうなねことで納得してたみたいですけども、政府高官は、宇宙船が落ちたということに知ってるということだよね。宇宙戦艦を目の当たりにしたと。7年間もそういった情報って隠せるものかねと思うけどね。これだけ技術力が発達した社会でさ、ネットとかもきっとあるだろうね。画像ぐらい異星人の塔、異星人の存在、まあでもそうか、このスパロボアルファが出た当時はドリキャスすらも結構真新しいというかね、だからインターネット自体もそんなに一般的じゃないからさ、情報の拡散っていうのに関して言えば、こんな風に何か一つどっかで何かが変わったことが起こったことを世界中に拡散できるようなそんなものってなかったわけだ。そう考えると今ってすごいよな。絶対隠せないよな。なんかもしも宇宙船が隕石が落ちたとして、その隕石の落ちた跡を確かめに行く野次馬というか、そのね、
ギャラリーなのはなんかもう止めようがないし、それが1枚写真でも撮ってしまえばその拡散能力たるや絶対世界中にすぐ広まるわな。地球圏が一致団結せねばならない。異星人の宇宙船が ASS-1 とその超技術を手に入れることだ。なぜそう断言できるんですか。当たり前だ、クワトロ太陽はジオンの人間だからな。ジオンの人間、このジオンの人間って考え方の中でカミーユとかもジオンの人間になるのかね、ならないのかね。ゼータガンダムには乗ってるけどエウーゴなわけで、エウーゴってのは反地球連邦組織でしょ。反地球連邦組織っていう括りの中で、うん、まあティターンズとは敵対してるけど、どちらかというとジオン系なのかな。君ははっきりと物を申すね。中立の特別軍、そんな軍隊が連邦軍に存在してるんですかっていう、はあ、中立ね、 SDF、 彼らの敵は異星人と EOT の独占を目論む組織のみだ。たとえジオン軍や BF 団が他の区域で戦闘を行っても南アタリア島と EOT に手出ししない限り SDF は動くことはない。そして他の軍事組織にも加担することはない。まあそんな風にする意味もあんまよくわからんけどな。西暦、新西暦183年 ESS-1 が新アタリア島に落下してから3年後、つまり今が4年前のことだ。しかし4年前といえば地球軍、連邦軍再建計画が進んでいた頃です。当時の連邦軍にそんな特別軍隊を結成する余裕はなかった。君の言う通りだ、 SDF を実際に結成したのは連邦軍ではない。ほう、ディバイン・クルセダーズ、通称 DC が中心となりって言ってるな。へえ。イメージでさ、ディバイン・クルセダーズってさ、敵の組織っていうイメージがあるんだけど、第4次では確か敵だったよな。テスラ・ライヒ研究所と同じくロボット工学の研究機関とされているが、実際は宇宙人のオーバーテクノロジー、すなわち EOT 解析のために設立された、ブレブレブレなのだ。にゃあ。長い説明が、説明が長いんじゃ。そうそう、なんかフラット YouTube のね、なんか昔のスパロボの CM なんか見てたら、スーパーロボット大戦 GC、ゲームキューブ、あれも、あれなんだね、3D なんだね、知らなかったよ。スーパーロボット大戦ゲームキューブ。でもね、3D のグラフィックはね、やっぱね、ゲームキューブではこのドリームキャストにはかなわんよと思ったんだけど、どうなの、見比べたい。うるさいよ、早く早く。使徒は強力なのだ。使徒とは一体何者なんだ。ナンバラコネクションホームに向かいます。待ってと、急げ。警報ブザーがうるさすぎるから急げ。ナンバラコネクション長い。マップに入るまでがえらく長いな。なんだこの服、ほんまよ、こんな服着といて。ナンバラの孫の千鶴です。僕の理想のタイプ、べっぺっぴんやな。髪の色が緑色じゃけど、そんな髪の色の人なんてなかなかいないよ。相当遊んでるな。地球を守る超電磁ロボコンバトラーV、君たちに乗ってもらうために誕生した最新メカじゃ。じいさんの声を出せない。私は以前から違う、異星人による地球侵略の可能性を提唱していた。そして彼らは姿を現しここに向かっておる。本当ですか。メガネ、メガネ、メガネの博士っぽいキャラって、その第1弾がこの人だったらしないよな。コンバトラー V のこの人だったらしないよな。メガネの博士のキャラ、博士キャラが。はっはっは、こうもたやすく我がキャンベル軍の侵入を許すとは。この星の防衛網はどうなっているのだ。この分ではってガルーダ、なんか星がどうのこうの言ってるけど、どこら辺から来てるの、実体宇宙のどの辺から来てるの。宇宙怪獣とは鉢合わせたりしないのかね。バトラー1、2、3。
はい、戦ってくれ、戦ってくれと言いたいところだが、もういきなりフェーズ終了。これね、もう負けたから、負けたからあれだけどね、ぶっちけコンバトラー、この5機が寄ってたかったってね、寄ってたかって倒したってね、あんまり意味ないというかさ、数ターン後にコンバインしろ、早くコンバインするつもりでいたら、いつまでだってもコンバインしなくて、コンバトラー V にならなくて、多少耐えるみたいなこと言ってんだけど、全然耐えられないから、全然耐えられないから、敵が普通になんか冗談じゃない、敵が冗談じゃない。なんか角つくな、角つくつか重いね。スパロボが重いのか、入力してから少し動く。まあいっか、まあいいか。これがね、他のアクションとかだったり、それこそニューニューとかだったりしたらね、死活問題なんだけどね。まあスパロボならそんなに1分1秒ワンコンマ何秒とかを争うようなものではないので。スレッカー出せないぞ。あ、スレッカー乗せ替えるの忘れてた、スレッカーを乗せ替えるの忘れてた。ロベルト、アポリー、カミーユ、エマ、サヤカ、ボス、リョーマ、コウジ、2機打線。これで総員出撃。あ、ヒュキバイに近いところに出しちゃった、間違いだ、これは大間違いだ。氷幕、ここでバトルマッシュを失うわけにはいかん、一旦下がるんだ、下がってくれ、下がれないなら合体してくれ。地獄まで付き合うじゃないんだよ、下がってくれ、その負けん気に従ったら負けたからな、その惜しい勇気を信じたら負けた。ゲッター2になって地中に潜って、もう鉄板の戦い方だな。とりあえず近いところまで行く必要もねえか、やっぱゲッター1になっといて空中に行って、いや、やっぱあれだな、ゲッター2になっといてここにいるのが一番いいような気がするな。うん、ゲッタードリル 94%。 テレレレレテテテレレレテテテレテレテテテテレレドリルパンチ、ドリルパンチ、この角ついてんのはあれかな、ブラウザとか開いてるからかな、パソコン自体が重いな。わかった、パソコン自体がやたらと重い。なんとかできんかな。ゲッターのスピードを甘く見るなよ。なんともできそうにないことが分かった。百式、百式は当たるだろうけど、ダメージは与えられないんかな、かな。テケテケテケテンテンテン、
そこ。多分500ぐらい、いや700ぐらいいく計算してないけど大体700ぐらいだったな。この人たち宇宙人でしょ。なんで宇宙人なのにさ、地球に、地球環境に適応したこの機械銃みたいなやつ作れてんだろうね。地球に侵攻できたとかなんか言ってたけどさ、いきなり地球環境に適応したユニットでしょ多分これとか。空 A か、まあ空 陸には適応してないけど、その点考えたらね、マジンガー Z のブレストファイヤーなんて陸 B だからね。ね、あ、陸 A、空 B だから、空にはあんまり使えないみたいなことがあったりしちゃったりするわけで。山登るか。マジンガーの山登り。空 A の武器ないの？マジンガー。ない。陸戦しかできない。陸戦フレームだ。まあまあ山にいるんでね、マジンガーも。空にそびえる黒枯れの城、スーパーロボットマジンガー Z 特撮で使われそうな山にいるな。山かそれ、採石場だよ。うん、聞かねえ。つまりそういうことなんだ。つまり、つまり適性がないから、適性が B だからあんまり効かないんだよな。思ったほどダメージが通らないっちゅうか。マジンガー硬いよ、めちゃくちゃ硬い、めちゃくちゃ硬い、カチンカチンやぞ。マジンガーは硬いが、このハイパーバズーカは通るよ、多分。結構通るよ。一発で落とすまではいかんけど、うまくいきゃ。これで攻撃はできんか。うまくいきゃ落とせる。このターンで、あのマグマ怪獣を落とせる。2000キルまで、キルぐらいまでいっとけば、おそらく、マーク2のハイパーバズーカーで、一発で落とせるんじゃないかな。そこか。まあね、このスパロボ実況ですけどもね、まあ、パート10ぐらいからやっと本格的に始動みたいになるんじゃないかな。手探り感が強いし、パート6のね、録画ミスというか、編集ミスというか、上げミスがね、ちょっと大きくてね、ですね、あんなね、あれはあんまりお見せできない。ただ、スパロボブランドのせいなのかどうなのか知らないけど、アルファ上げたら結構再生数伸びたので、まあね、ほとんどの人がブラウザバックしたと思うけどね、まあ、中には影響力だね、影響力あるなって、スパロボの影響力あるなって思ったんで、まあ、このシリーズね、諦めずに上げていこうかなと思う。なんとか最終話までね。まあ、そのシリーズとして、まあ、縛りじゃないけれども、残念ながら、クワトロはもうなくなってるし、ディオもなくなってるし、スレイカーはもうなくなってると。使っていって、で途中で命を落とした仲間に関してはもう取り戻せないという、そういう風なシナリオでやっていく、そういう風な縛りでやっていくね。しかもノーコンティニューと。やっぱね、命ってのはそういうもんだよな。スパロボたとえ落ちても次の試合に出てこれると思ったら大間違い。次の戦場には出てこれない。多少なりとも深手を負ってやっぱりね、
戦地を赴くことになるというのがね、リアル感があるよね。リアル感落ちるでしょう。メタスが結構ダメージ与えてくれたんで、本当はハイパーバズーカでは沈めるつもりだったけど、ビームライフルでいける。ビームライフルでいけるなら移動して撃てるから、移動して撃てるから勝ち切れている。ガンダムマーク2、あれビーム貫通したな。あれなんか貫通しないビームがあったよな。あれはなんだ、メインメガ粒子砲とかが。こいつらが下手に動くと的になっちまう。反撃不能の的になっちまう。それはよろしくない。敵こんだけ？これがな、プレッシャーなんだよな。熱いプレッシャーがかかってるな。プレッシャーだし、合体してほしいんだけどな、コンバトラー。反撃。コンバトラーには合体してほしいんだけどな。死ねーい。死ねーい。かすめてすらいない。出てこなければやられなかったのに。例えばセガスター持ってるんで、スパロブ F をやることもできるけど、まあ需要ないよな。スパロブ F って難しい難しいって言われてるから、いろんな人がやってるもんね。わざわざ見る やる必要はないわ。俺がちょっと一旦被弾してみるか。おもむろに被弾。ハイパーバズーカ、おもむろに被弾。どんなものなのか。この防御反撃システムいいな。ちょっとダメージがどんなものかをちょっと試しぐらいできる。試しぐらい。防御してもね、回避力高かったら当たんなかったりするのが普通のスパロボシリーズだから。これはね、防御反撃があるから。確定で相手の攻撃に当たることができる。やる。まあ、1000くらってたら痛いわ。でももう500ぐらいだったら吸収できるわ。どれくらい？あんまり効かんな。1130。そんなもんか。ガルダの方が効いたな、むしろ。これもせっかくだから防御反撃しとこうか。ちょっとね、気合いしとけばよかったな。ゲッター、それを忘れた、失念してた。だがこの程度ならまだいけるぜ。聞いてるな。紙よ、いや、そうか、違う違う。相手の武器が違うんだ。ドリルパンチ。ドリルパンチ。効かないね。クリティカルで684じゃ効いてるとは言えないね。ちょっと自分の実況を見返してみていて。おびき寄せてくれている。今度合体に失敗したらって言ってるけど、いつ合体したんだ。いつ合体失敗したんだ。いらん突っ込みるじゃねえよ。会ったばっかりのこの5人の脳波が合うっていうファンタジーすぎる設定は、ふざけとるやつが今言っただろう。声が全然、レッツコンバインに気合が入ってないやつが今一人いたぞ。
しかもアニメじゃなくて CG。 しかもアニメじゃなくて CG。 これを見る前にね、前回というか録画して、録画失敗にしたやつ、蔵に入れたやつはこれを見る前に亡くなったからね。ピンピピン。コンバドラボーイって背中にあのキャタピラがあるんだな。重くない？それ。そのキャタピラ捨てた方が良くない？ててんててん。あれ？キャタピラある？背中に。キャタピラが背中になくなってない？あ、この時にはある。なんと、ロボットに。すごい合体変形システムだな。まあな、ゲッタの方がよほど怪しいけどな。おう、ちゃんと背中にキャタピラがある。これだ、これこれこれ。これがブースターなのかな。キャタピラ兼ブースターだったりするのかな。スラスターか。威力3900って、いきなりインフレしてませんか。いきなりのインフレ。とりあえず気合いしとこうか。とりあえず気合いしつつひたすら逃げると。あえて戦わす。ん？これが遅いのってさ、パソコンのせいか、ドリキャスのせいじゃない？うん、そんな気がする。こういちいち遅いのはマップがあれなのかな、負荷かかってんのかな。まあいいでしょう。メインメガ粒子砲で試し、なんか強くないこいつ。偵察偵察。アポリが根性か。ロベルトの偵察で、5600か。1300、5600、1300、5600。同じか。同じなのに強い、強い印象あるな、こいつらの方が。まあ、目の錯覚ということで。ん？どこにいるんだ？まあ、撃ってみますか。敵の母艦を叩く。まあ、てか母艦は母艦を叩くべき。戦艦同士の一騎打ちでしょうね。ガンダムシードではよく見られた光景だわ。ミネルヴァとアークエンジェルが戦ってた。あんまり効かんな。撤退するかな。撤退するかな。何パーセント以下で撤退とか表示してほしいよな。表示は無理か。その運命を受け入れていく。ゲッターワン空中かつまた精神で気合い。アフロダインで回復。
ツインビーム。うわ、使いたい、これ。つか、ゲッタービーム撃てないか。え、なんで？なんでゲッタービーム撃てないんだ？位置が違う？ずれてる？あ、ずれてんだ。まあいいか。次でマジンガーの位置考えても、どうやってもゲッターのツインビームは使えないな。ゲッターとマジンガーのツインビームは使えない。ゲッタービーム、ゲッタービームが腹から出るっていうのは。もう解雇だろこいつ。ゲッター、解雇だろこいつ。外すなよ必殺を。マジンガーは近づいていく。あれ、これも位置がずれてるのか。どこにいるの、この人。ここでもまだずれてんのかな。あー、これでもずれてんだ。なんか変なとこにいるね。ででんてん。そうか、マジンガーに倒させなくちゃいけないんだ。気力貯めるために。間違えたな。空が青い。ロケットパンチにさ、空 B とか宇宙、陸 B とか、そういう風な要素ってないと思うんだけどな。陸で当たろうと空で当たろうと、あんまり威力に差はなさそうな気がするんだけど、そこはもうそういう設定ということなのかな。しかも当たってくれない。この角度だったか。この角度だったか。まあできる限りガルーダに当てていくということで。まあ当たったって死にはしないとは思うけど、死にはしないとは思うけど、少し注意は必要。クリティカルとかだったら消えてる。この程度の傷など。うお、結構効いた。まあ、実際問題はハイパーバズーカとか戦艦に効きそうだよな。これをなんかモビルスーツに当ててもしょうがない気がするけど、戦艦とかになったらその、うお、まだ、うーん、危ない危ないね。バズーカをなかなか動く的には当てるのは難しいんじゃないのって気がする。動かない的ならね、当て放題っちゅうかな。修理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 。ほんとカクつくな、今日は特にカクつく。ドリキャスの調子が悪いのか、このマップとドリキャスの相性が良くないのか、そろそろドリキャスのこの処理能力的にね、このマップがきついんかもしれない。だってほら、マドスカーソルは普通に動いてるもんね。シュ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 動いてるもんね。前に出るから。ぴょん。この人工知能、すごいな。
アムロを模した人工知能かもしれない。なんかそんな話があった気がするな。当たるものですか、あのクロスボーンガンダムに。バイオコンピューターかなと思って。ガルムスか、そんな名前なんだこいつ。大して運動性なさそうなんだ、こいつばっかり強いな。これしか武器がない、これしか武器がない。もう36分だぞ。たった3機の敵に対してもう36分。まああのね、自分の動画チャンネルじゃない、動画上げてる再生リストとか見てて、まあそのいろいろ上げてはきたけどね、だらっと見るのに適したやつってあんまないなと思ってね。まあシェームはいいんだけどね、シェーム 50C、 こういうパート50とか60に迫る勢いで上げてるやつを、まあだらーっと見とくにはいいかなと思うけど、まあ、それ以上にだらっとしたのがこのスパロボになることでしょうね。とりあえず再生リストでだらっと流すみたいな、だらっと聞けるみたいな、自分の実況をだらっと聞くというのも、人の実況をだらっと聞くというのもよくわからんと思うけど、結構自分はねだらっと聞いちゃう。防御反撃しても死にはしないけど、だらっと聞くのが好き。まあそのだらっと聞くの中にこのスワロも入るということですね。マグネチックニューにはね、まああの面白いけどね、あれだらっと見るのには向いてない。一つ一つやっぱ、ね、じっくり楽しむようの、スワロバも完全にはだらっと楽しむようになりそうだなと。やられなかったのに、マジンガーあそこまで頑張っていったのに、マジンガーの努力を無駄に。マジンガーの努力は無駄になってるけど、ガンダムマーク2の努力は割と身を結んでるな。なんでマシンガンなんだろう。それしかないのかな。あ、それしかないわ。んじゃあ、防御反撃で。ミサイルマシンガンって何？ミサイルとマシンガン。ん？マシンガンって何なんだろう。ダダダダダダダってのがマシンガンである。ダダダダダダダッとミサイルですよ。でれれ。なゲタはまだこんなものでは、まあ、こんなものであっては困る。ゲッター落ちたらきついな。おお、なんだそりゃ。おお、本当にマシンガンだった。本当にミサイルマシンガンだった。まあまあだな、ダメージとしちゃまあまあ。メータース狙うもんな。まあ、倒しはしないでしょ。倒しはしないから。どうしよっかな。エマ注意やで倒させるか。ゴジラみたいな鳴くんですよ。まあ、そもそも、そうだな。動画、一本の動画が1時間近くだもんな。そりゃ、いかに言うても。頼むわよ。なんかね、ビューってやつ、この下にね、表示、え、倒しちゃった。見てなかった。レコアさん、何やってんすか、あんた。育てる気ないのに。超電磁スパークでいいかい？結構食うよ、超電磁スパークは。ビッグブラストの方が良くないかい？
まあ一発ぐらい撃てるな。超電磁スピンまだ。まあ使ってみるか、超電磁スパーク。防御反撃で超電磁スパーク。いや、ヨーヨーでいいよ、別に。どっちか。ビッグブラストでいいや、そしたら。別にそんな。まだ。EN 商品の大きい技を使うほどではない。強いね。コンバトラー V。ゲッターの体力が4000とか言ってるのにコンバトラー6800だもんな。ビッグブラスト。へそかい。あ、効かない。あ、効かない。この当時かどうか知らんけど、ミサイルを撃つ場所が、なんか割と、奇抜というか、だいたいへそが多いよね。グレートマジンガーもミサイル、確かネーブルミサイルとかそんな名前だったような気がする。ネーブルってへそだった気がするから、へそミサイルなんだけど。ブレストファイヤー使っちゃうか。もう届かん、ガルーダに。この足ではな。これ外れたら泣くぞ。テレテン、テレテテレレ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 レ。こいつでとどめだ。なんかマジンガーのグラフィックスだけは本当にしょぼい気がするんだよな。それこそゲームキューブのさ、3D のやつしょべえなと思ってるけど、マジンガーはちょっとしょぼい気がするんだよな。どうなの？倒しちゃった。倒しちゃった。まあいいわ。まあいいまあいい。まあいいまあいい。なんかね、もう、目論みが全部外れてる感がするけど、まあいい。これでもマジンガーとのツインビームを使おうと思えば使えるんだろう、多分。この辺だったかな。あれ使えない。なんで？マジンガーが死んでるから。行動済みだからか。多分マジンガが行動済みだからだろうね。残念。使ってみたかったんだけどな。使おう思えば使えるけどな、まだ。消費50か。いや、使えないな。余裕で外すからな。プロペアントタンク持ってる。うまくいきや次のターンでお目見えできるわ。これ使っても、うん、うまくいきやお目見えできるわ。異星人なのか。異星人は異星人でもやっぱ一番怖いのは宇宙怪獣でしょう。人型の宇宙人なんて大して怖くない。やっぱトップを狙えとかね、見てるとね、やっぱ宇宙怪獣が一番怖いよ。ただもう滅ぼしに来てるからっていう感じが。地球人類っていうか、全ての生命体を滅ぼしに来てる宇宙怪獣が一番怖い。知的生命体がもう、まだ話し合いができる余地のある連中ならまだなんとかなるって感じだけど、宇宙怪獣はもう話し合いの余地もないからな。そういう怖さがある。うん、落とせそうだね。
このターンでは落ちない。キュッケバインが2000、この戦艦のメインメガ粒子砲で2000、ガンダムマーク2で2000で6000、残り3000分。クレイ、外すの、もうビジョンが、やっぱね、ある程度当たる前提で考えてるね、こっちも頭の中でなんとなく当たる前提で考えてるわ。それがいかん。かもしれない運転しよう。なくなってる。ハイパーバズーカがなくなってる。とするとこのターンじゃ無理だね。やめとくか、もうこれ以上の攻めは。出てこなければやられなかったのに。せいぜい1000ぐらい。うんだよね。どうだ。ちょっと一歩歩みをとろくさく、一歩歩みをとろくさく。これ OK、 これ待機。クレイバズーカなら1500ぐらいいけると思う。これで6500。これで6500。次のターンでゲッターとマジンガーのツインビーム使うまでもないか。死闘だね。割と死闘。スパロボってなんかよくわからんけどやりたくなるところがあってですね、よくわからんけどやりたくなるところが。あれ、チャクラムシューター使えない？あ、使えないわ。残念。ここらで試合終了ですね。修理しよう。レイコアさんはなんか精神コマンド覚えないの？いまだに偵察だけだけど。そこ覚えてくるとだいぶ楽になるんだよな。おー。超電磁スパークは使わないよ。ビッグブラストを使っていく。うん。超電磁スパークはね、EN 消費が大きいから。EN 消費が大きいから使えんのよ。あ、そうか。じゃあ、ツインビーム使えないわ、やっぱり。やるじゃねえか。防御反撃じゃなかったら、2400くらってたってことか。よくもやってくれたな。ビッグブラスト。ダセー。ブラストって何？ブラスター？ブラスト？あんまり聞いてないよ。ぶっちゃけあんまり聞いてないよ。なんで攻めないの今？今攻めるチャンスだったでしょ。超電磁ヨーヨーを見てみるか。どんなものか。
このコンバットライルは向こうの方が当てるっていうのがちょっとよくわからんな。命中力があるというか、向こうの方がいい人口、いい腕をしてるってことだもんな、この時点で。硬さとかはさ、その硬さとかはパイロットの腕関係ないけど、当たるとか避けるとかそういうところはもうもろパイロットの腕しか関係ないから、その点で今この人工知能に負けてるからね、コンバットが。ビヨーンビヨーン。お、ちょっと横に回り込んだ。当たってるかこれ。当たってるんだ。下からかっさばくのね。かっぴらいていくのね。マップ砲が欲しい。マップ兵器が欲しいな。あそこにいられたらゲッターはとても届かないし、マジンガーは届かないし、いい位置取りをしたな。ドリルミサイルなんて撃つつもりないし。あら、あらららら。ここ。44倍なのか。でも撃つしかないね。44%。 ちょっと情勢的にあたらんな。そろそろ危なくなってきた。まともに攻撃を当てられるやつが少なくなってきたな。ビームライフルでまあ1000として、ビームライフルで1000として、1000、6発ぐらい当てるんか。お前は生きていてはいけないんだ。硬くなってる、ガルーダ自体が。なんか打ち方いろいろだな。違うビーム打ってんのかな。こいつ初めてシールド防御を見た。ゲッターに加速でもあればな。加速でもあればな。35%。 トマホークブーメランが 35% しか食らわん。非常に今渋い顔をしている。こんなでっかい戦艦がなんでこんな避けるんだ。向こうの弾切れを待った方がいいかな。でれれ。4233。2種類ぐらいのビーム打ち分けてるな。いや、そうかな。
2000キルぐらいいったらコンバトラでとどめを刺せる気がする。底力とかある？もしかしてガルーダには。あ、底力がある。そして発動している。底力ってなんだっけ。どんな効果だったかな。クレイバーズーカ、まあ撃っていくしかないよね。破壊光線、トリセツ、トリセツ、ちょっと底力、確かトリセツには底力のことぐらいは書いてあった気がするし、特殊能力で、ね、粘土力、ここだ、避ける。あー書いてないな、特殊技能で底力書かれてない。粘土力は書いてあるんだけどな。粘土力を持っているパイロットの技能は粘土力の武器が使用でき、命中率と回避率若干の補正格か。スパロボシリーズもな、底力が全部同じとは言い切れんからな。全部一律同じ底力とは言い切れない。変形、ゲッター2、移動。まあ、ゲッター2移動してもな。ドリルパンチ、ソラ B。おとなしくしとこう。おとなしくしとこう。で、まあ、フォトンライフルなら2000ぐらいはいけるか。うんうん、2000ぐらいはいけるはずだよね。これにかけるか。これとメタス。これが伊勢神なの？女か。異星人なのかだろう。男な。ここで逃げるわけにはいかないから。今回初めての戦闘への参戦。聞かねえ。さすがにもうガルーダ撤退した方がいいぞ。ここまで追い詰められてるなら敵の攻撃が弱いうちにっていう状況になってます。もう絶対当たるわけないもんな、ミサイルとかな。絶対当たるわけない。命中率 30% ぐらいじゃない。 35% 当てる意味もないよね。ないよね。これはスパークは使えるけれど、まあ使ってみてもいいか。努力あるしな。もしかしたら超電磁スパークでいけるかな。いや、いけない。それはいけない。いけないと思う。スピンも使えないし、スパークだけでこの辺投げ倒そう。倒せるかどうかだな、問題だな。まだこの辺の一度も攻撃してないやつらを。集中だな。集中、集中。集中、集中、集中、集中。集中、誰も持ってない。必中だもん。超電磁スパーク、これで苦戦してるな。実況にも苦戦したな。もう59分だ。何体、たった1234567体に1時間。なぜだ、なぜこんなに時間かかってるの。おお、かっこいい。何分ぐらい、はあ、強い。超電スパークめちゃくちゃ強い。はじめから超電スパークでスパスパ当て続けたら、もうちょっとスパスパいったのでは。
かない聞かない。なら超電磁スパークで、いや無理だな。ゲッター2の回復に行くか、それともマジンガの、いやゲッター2の回復かな。下手すると倒すな。下手すると下手を打つと倒すな。ビッグブラストでな、できることなら努力をかけて倒したいしね。うん、そうだね。コンバトラー、フォーバー出撃だ。防御反撃で正解だな。まあ 100% で当たるんだから防御反撃しない理由はないんだけど、ないんだけども、ダセえ。目に当たった、目に。多分ね、もう倒せるわ。ワンパンできる。超電磁スパークでワンパンできる位置まで来た。なんでそっちに行くのこいつらは。思惑が外れすぎで辛い。これ多分ツインビームが打てると思うんだけど。あ、察し。まさか EN が足りない。まあできるなら努力使えるキャラで倒したいところだが、努力使えるキャラか。ここで逃げるわけにはいかないから。まあやっぱコンバトラーかな。本当にガルダ硬くない？本当に硬くない？強い。このままじゃやられる。本当に強い。で一番レベルの高いやつがこんなに食らってるから、レベル上げに使える。一応努力を持っているコンバトラーで倒すということにしようか。ゲッターでもいいけど、まあゲッターはまだまだ今後使っていく余地が、これ余地があるというか、まあコンバトラーの方が上がった時の恩恵が大きい。恩恵って言っていいのかな、なんつったらいいかな。その一人がレベルが上がれば、一人がレベル、これで倒すと5人分のレベルがね、一気にガッと上がる。コンバットゲッターと3人だし、まだまだレベル7だしね、レベル7だしね。コンバトラー V が強いな。
に使わなくてもいい。これがこんだけ強ければ。こんなことで。前のターンってかあれよ、ヒュッケバインを挟まなくてもよかったレベルで。もっと超電磁スパーク打ちまくったらよかった。いや、作戦ミスだな。世のグレイドンが、これではハウイに申し訳ないとだ。うわ、気合に必中。レベル15。これは作戦成功と言っていいでしょう。作戦成功と言っていいでしょう。まあ、ゲッターで倒しゃいいよね。ゲッタービーもあるし。なんで、76% 外さんでしょう。さすがのゲッターも。76を外すぐらいやったらもうパイロットやめた方がいいよ。こんなもう雑魚に76%を外すようなら。当たった当たった。これどれくらい食らうかな。4000ぐらい欲しいぞ。4456、いいですね。ゲッタケ。食らうは食らう。毛利小五郎の声をしている。倒せんよな。倒せんっていうか射程がもう。お、これで倒せる？もしかして無理かな。まあ試してみるか。1700の攻撃力だからバルカンとはいえ通るんじゃないかな。機関銃かバルカンじゃないか。弾幕を張れ。たっ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 た。いやいやいや、4残して受けられんとは思う。向こうの攻撃はな。ただ HP4 残ってる状況ってどうなんだろうな。どうなってんだろうな。あとこのメンツでこんだけをやる。これはちょうどいいと思う。当ててみせる。ピュービーム貫通してるね。百式だけ？メタスも貫通したよ。あんまり上がらなかった。倒せんぞこれは。マジンガーでロケットパンチを当てといて。マジンガーにこいつを倒させてにしとけばよかったな。まあ効くっちゃ効くけどね。クリティカル出てもきつかったか。
ね、間違えた。もう1時間もスパロボをやっている。1時間10分も、いやー、やっぱ1時間とか喋れんよ普通の人は。喋れてないけどな、全然喋れてないけどな。1時間喋り続けるってすげえな。そんな人いるのかな。いや、まああれか、あの先生とかだったらそれが話しかける、話せるか。大学の先生とかだって、まあ、普通の学校の教師、高校とかそういうのも1時間ぐらいか。1時間話し続けたかったな。そういうのしてみたいな。もっと気合い入れて、やっぱスパロボの実況した方がいいね。うん。ちょっと反省するところ大だわ。これではよくない。次回からもうちょっと気合いの入れた実況をします。なんでエマさん狙うの?好きなの、エマさん。普通、コンバトラー狙うのか。なんで今さん狙ったの？倒せると思ったのかな？まあ、金色だからか。百式だからか。落ちなさい。まあ、落ちなさいの言い方は間違ってないな。だって、空浮いてるもの。浮いてるもの。倒しちゃって。倒しちゃって。まあいいでしょう。このターンで終わってよかった。次のターンになったらもう1ターンみたいになってた。この1匹の考えで。ボスボルトだったらな、攻める相手がボスボルトだったら、こうはなっちゃうな。異星人の地球侵略に備えて、EOT こと使用しておりませんが。へえ。ほうほう。ハガマに乗せていただきたい。コンバトラーの修理する人とかどうなってんの？戦いの経験が、ソルジャーに育てようとしている子供たちを、このナンバラ博士とやら、ソルジャーに、少年兵にしようとしている。中佐たちのお役に、そう、ナンバラをコネクション、戦闘装備がある。多少頭のおかしな人だよな、この博士もな。現実にいたらさ。現実にいたら、自分、施設軍みたいなの作ってるようなもんだもんな。これが平和利用されるとは限らんもんな、コンバトラー V がな。このコンバトラー V でもって、地球とか日本に宣戦布告するかもしれないわけだからさ、そんなの野放しにしてていいのかっていう、それで裏事情がな。女の子に主人しか、親はお前さんがいることがいい。てん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 。どんな敵が来ても大丈夫だぜ。実際コンバトラーはめちゃくちゃ強かった。実際ね、ロペットです。知ったかしてるな、このメガネが。メガネ特有の説明をしているけども。出会ってまだ会ってすらなかったんじゃないか。メガネが出しゃばっている。空中を自在に飛び降りる敵を地上から狙い撃つのは得策とは言えない。基本的にはな。ただ使用する武器の命中精度が高い場合はあまり気にする必要はない。なんかメタ的な発言をしている。失敬適用のことですね。その逆もまだしかりだ。私の百式もとかと言わないのかな。私の百式も地上では戦いがあまり得意ではないが。メタ的な発言をしているロペットが。コンバトラーだけが空を飛べてないわけじゃないぞ。
むしろコンバトラーの、いやコンバトラーではマジンガか、マジンガーだけが空を飛べてるわけではないというのとも言えるし、シュー白川博士がヒュッケバインなのか、あの普通の宇宙用のモビルスーツたち、主に百式のことだけど、百式の地形敵を A にしてほしい、陸 A にしてほしい、せめてそういう改造ならすぐ行くんじゃないか。マジンガーは飛ばすよりも楽だと思うが。ということで、ぐーたらぐーたらやっとりましたが、なんとかね、1時間20分をかけて終わりました。ほなまた次の動画でね、この2000の資金をどう使ってやろうかなっていうことでね。よく覚えてないんだけど、なんか強化パーツ入った？入ってない？あ、プロペラのタンク入っただけか。強化パーツがしょぼい。ということで、ほなまた。